お経の上にこんなもん出しやがって。オーケーオーケー、探偵さん、ここは一つ通常業務を返上して正義の味方やりますかね。望むところだ。ごきげんよう。千年ぶりの来客と思ったら、また可愛い子が来たわね。お姉さんの服の下がどうなってるか知りたい？興味なし。あら、そっち方面なの？女の子は好きだが、それより優先することがある。例えばそれは正義ってやつだ。俺の名前は久我光太郎、悪をぶっ飛ばす青年探偵。迷惑千万だこの野郎。お前の選択は二つに一つ。 A、 ぶっ飛ばされてお縄になるか、 B、 お縄になってぶっ飛ばされるかだ。本格的なバカね。いいわ、やっつけてあげる。手加減はしないわ。痛いじゃない。
完成しろ、故郷とやらで。これが本格的なバカの力、好機を背負うか。悪かったな、こっちは生まれて17年、歴戦で一筋、全開で純粋で生粋のバカだ、こんちくしょう。クソが、腹当たったぞ、煮えくり返る、下じゃ大勢が迷惑してるぞ、こら。事件の首謀者以下全部ぶっ飛ばす。